温泉娘湯の花コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクション始めていきましょう。あ、晩御飯に私が取った山菜が、その使ってもらえるらしくて欲しいな。受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。お達しをクリアしてアイテムゲットじゃ。全勝ですね。みんなのいいところがバッチリハマったね。さーて、そうですね、ガチャ行ってみましょう。さ、湯の花セレクションガチャっていうのがありますね。シュワシュワシュワカイデメイド、バーデンユインもメイドです。おゲロミツキも絶対領域のメイドです。なかなか処理のせいで音乱れがあります。受け取る、私をクリアしてアイテムゲット。達成。いよいよ巡業か。巡業ですね。いや相手強いわこれ。トップの選手を用意しないと厳しいです。よし、有馬温泉を PR するよ。勝ちましたね。別に力をつけてるわけではないんですけど、私の思い、嬉しい勝利です。少しでも届きましたか。なかなか道後リーダー勝てなかったから、巡業か、よかったですよね。なあ、準備できてんだろ。それなら早く出発しようぜ。バーデンフィンも動かしましょう。はあ、おお、近くに名所らしきものだ。ほらほら、勇者さん、ナス行ってみましょう。リフゼンボンムスの力見せるよ。スーパーモデルのポージング。まずは一勝です。さあナス決め技いくよ。いいですね、いい流れ。さあこれひょっとしてとどめさせるんじゃね。惜しい。必殺。さあお互いが必殺技を、おわずかに負けた。ちょっと押し戻されました。これでどうかしら。再び必殺を。これは勝ちましたね。結構対象大きく勝ちまして、はい、勝ち、勝利です。勝った後はチョコでも食べるです。
さあ、今やってるガチャが、なるほど、こちらもあるんですね。湯の花セレクションガチャ。お、さらに羽衣天女編もあります。で、普通の温泉レアガチャです。旅路ガチャなんていうのもありますね。3つ取れます。今回は、提供割合見てみましょう。ゲロ、風花、バーデン、まあそれでも 0.3% なんですけどね。でも行ってみましょう。おっと、これひょっとして来るかな。あー、足摺ですね。 SR、これは SR、SR じゃない、レアですね。これもレアかな。ゴーラカンナ、あるいはリンカのレア。野沢奈々のレア。これもレア。山中そらら、これもレアですね。もう一回野沢奈々。さあ、これは SR 来る。おーっと、野沢奈々の、ね、SR。 野沢奈々多いですよね。さあ、これはどうだ、 SR かな。やあ、温泉娘会の牛若丸、鳴子和樹とは僕のことだよ。初登場かな。僕と一緒に天下を目指してみないかい。鳴子和樹。さあ、これも SR です。何でしょう。エーデちゃん、熱海です。さあ、 SR が4人出ましたね。変革、唯一風花が、風花じゃない、凛花が SR 転覚です。そして足摺が20いきましたね。さあ、残りの2つをやっていきましょう。凛花、凛花、登別、道後泉、行ってみましょう。一回だけですね。これはちょっと残念。三様変革。お金に変えたいが。最後に、箱根さや、草津ゆいな、明夫七子、スプリングス全員揃ったってことになりますね。これは SR です。 SR じゃない、レアです。西表山、三様変革。お知らせがある。受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。お達しをクリアしてアイテムゲットじゃ。お知らせが。イベント行った方がや。20すごいですかね。大使は熱海も
あ、15行きましたね。これはパワーアップを図りたい。力が欲しいかならば授けてやろう。そういえば熱海って入ってるんですかね、歌合戦チームに。高山とかいますが入ってない。原鶴が誰か。熱海を代わりに入れましょう。うん、そんなに上がってはないですね。原鶴は入れるんやったら白骨と変えるかな。そんなに上がらないですよね。北郷はそんなに上がらない。みんな優秀ってことなんですよね。おお、なんか妙ですよね。やっぱり鍛えられただけあるんで、そんなに変わらないですね。岬方面。ゲロ温泉向かないといけないんですが、まだ回りきってない。とことん味わってくださいね。さあ、箱根さやとの対決。まだまだいけますわよ。相手が強い。さあ、孫強逆襲を図ります。3つ。うん、勝ちましたか。それほどではない。さあ、花巻が登場です。ここは風の通り道さ。相手のスキルの方が強い。勝ちましたね。さあ、湯の川鳴子です。相手は鳴子だけ。いい感じでしょうか。負けた。銀山対風花。どこどこい。これは銀山小雪勝利。へい。さあ、花巻対アリマ。僕の独壇場さ。これは勝ってほしい。わずかに勝利。
7曲目です。銀座小雪が分析完了。お、1番超えましたね、すごい。さあこれでどうだ、透明さしました。勝つに越したことはないですわね。風の向くまま、気の向くまま。あと3人。さてと、今日はど、はあ、おお、近くに名所らしきものだ。ほらほら勇者さん、さっさと向かうです。こっちですね、7番。応援してもらうと心がポカポカします。勇者さんが頑張ったんだもん、私も頑張らなきゃ。バトル行きましょう、ライブへ。こちらも風化を出して対抗です。よし、有馬温泉を PR するよ。みんな有馬温泉に来てね。さあシュワシュワサイダー来ましたね。あとさあもうちょっとだ。ゲロ対黒川。リア充爆発しろリア充爆発しろはすごいですね。がリア充に、まあ、それをどうしても抑えてないです。鴨川く強い相手の風化、一気に押しも抑えれました。白骨がなんとか勝ちましたね。これは勝ってるというか、さあ押していきます。よく切れる包丁さえあれば、スキル発揮。わずかにわずかに有利。さあゲロット風化6曲目です。リア充爆発しろ。またリア充爆発つきましたね。お、勝ち、勝ってます。さあもうちょっとだ。白骨と黒川、覚悟した方がいいよ。陰線ラッシュ、相手の方が出るスキルが大きい。あ、しかしリードです。勝ちました。あとは野沢奈良ですね。巡業完了じゃ。勇者、わしのことを褒めるのじゃ。さあ今どうですが、どこに向かうか。本当はどこに向かえばいいか、ちょっと今見ております。シャコタ半島ですね。さあバーデン湯布院、全力でいくよ。かわいいかな。まずは幸先のいいスタート押します。油断は禁物だよ。確かに
ここは相手が強い野沢奈々対草津ゆいな、センターですね。相手はこれはこちらが勝ち。さあユフイン、とにかくすごいですよ。お、2つスキルを発揮しました。スキルを発揮することでパラメーター上がりますからね。おお、わずかにこちらが勝利。破滅の時が迫っている。さあとどめを刺せるか。おお、こちらも勝ちましたね。さあ来い、とどめ刺しました。5局目です。最強とは最も強いと書くのだ。巡業じゃな。わしも勇者を見習い頑張るのじゃ。イベント受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。私引き換券をいただきました。アニマ行きましょう。風花が見守る中、私は目立たなくていいから勝ちたいな。目立たなくても見てくれてる人がいる。エッセンスアートソースを欲しいですよね。あとは箱根湯本。みんなのいいところがバッチリハマったね。イベント受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。私をクリアしてアイテムゲットじゃ。旅路ガチャチケットが足りない。お知らせがあるみたい。見た方が良さそう。ストーリーですね。ニューと書いたとこ。おお、白骨が ストーリーがあります。さやかでおぶってもらいます。もう一人行ってみましょう。比較的下の山の神。振り返る。なるほど、巴お嬢様っていうのがいるんですね。なるほど。はぐらかしてきます。乱暴はいたしません。やばい。このようにしてですね、小判をいただいて。私に向いているとは思いませんが、仕方ありません。協力しましょう。
こうして小判をいただき、あのガチャを引いて、 お知らせがあるみたい。見た方が良さそう。展開するっていうのが流れですね。ということでですね、和メイド、みやびドレス、羽衣天女がスプリングスによって行われました。また、浜離宮朝日ホールにて、小塚プラス温泉娘があるんですね。もしかしたら21日当日、東京行くかもしれません。その時に。勇者さん、あんまり離れないで。本番は本当に行くのはお茶の水の方なんですけど、一回浜の離宮はここですね、築地ですねに行ってアクセスしてみても面白いかもしれません。小塚音声娘のイベントですね。他にお試し大キャンペーンっていうのがありますね。26日までお試し引き換え券があってもそんなにいいのもらえないですからね。あまり関係ないですけど、あと温泉宿だよな。温泉宿営業、これらを早くクリアしに行きたいということですね。必要ということです。してみたよ。見つかったね。はい、というわけでここまでとなります。ぜひ、チャンネル登録お願いします。あと100人で1000人達成しますので、ぜひご協力よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。私見えてるかな。ずっと近くにいたよ。